皆さん、こんにちは。今日は2022年9月11日日曜日です。毎週の日曜日はですね、歴史について話をしたいと思いますが、今週はですね、イギリスの話ありますので、これでイギリスのお茶の歴史にしようと思います。 イギリスでは紅茶を飲む文化がありますが緑茶ではないんですね。これについて話をしたいと思います。まあお茶だといえば中国からだという話はありますがでも今はですね茶道というのが日本の文化であって日本でも日本の茶道はとても人気ありますが例えば日本観光に行って茶道を 体験する人がとても多いんですが、お茶を飲む国の文化、えー、ランキングがありますが、1位は中国です、2位はインドですが、まあ、これはですね消費量が多いですので、まあ、人口が多いですので、これは仕方ないというふうに思いますが、3位は旧ソ連連邦諸国と言いますが、こちらは紅茶となりますが、まあ、これも当然ですが、まあ、人口が多いんですね。 次は4位ですが、まあ、トルコと日本となってきますが、トルコと日本はほぼ消費量は同じなんですよ。なので、日本とトルコはあのお茶の文化ですね。非常に深いんです。この動画でイギリスがメインとなって、お茶の歴史について話をしたいとも思いますが、ただしあの、文化ですので、日本のお茶の文化は本当に素晴らしいんですよ。第2次世界大戦。 イギリス軍にとって大事なものは弾薬とお茶ですと言われています。戦場においてもお茶を飲まないと落ち着かないと言われていたんですね。お茶を飲むために、まあ、そういうミスがあって、ドイツ軍にはよく狙われていたという話もあったりします。これでわかるのはイギリス人は本当にお茶が大好きですね。しかし、イギリスの政府にしても、 イギリス軍の高級官僚にしてもお茶を飲まないようにすることはなかったんですよ。逆に、イギリスのエンジニアたちは、戦場でもお茶を飲めるようにいろんなものを開発しました。こちらはですね、戦場ですが、でもいつでもお茶を飲めるようにいろんなものを開発されていました。こちらはイギリスの装甲車、あるいは戦車の中ですが、でもお茶は普通に飲めています。 戦場において、イギリスの話ですが、お茶があると戦うことはできます。お茶がなければ戦うことはできませんという説はあったりしますので、戦車の中でもお茶を飲めるように特殊のヒーターを作っています。こちらはですね、ボーリンベッセイというものですが、あの沸騰容器と言います。装甲車、あるいは戦車の中で設置されていたんですが、 車両の電気を使って水を沸かす容器ですが、まあ、調理するためだと言われていますが、主にお茶を飲むためなんですよ。まあ、当時ですが、戦車は戦場で戦う武器なんですが、 でも気持ちよくお茶を飲む場所ではないというのがまあ普通の考え方ですが、でもイギリス人はやはりお茶を飲まないといけません。これでわかると思いますが、こちらはイギリスの島の風景ですが、戦場においてもいつでもお茶は飲めますよと。 そして紅茶ですので、中にはミルクも入れますし、美味しそうに見え,見えますね。そしてコップは、まあ、イギリスのエリザベス女王様の、えーね、写真ありますが。まあ、イギリスはお茶のために本当に頑張っていました。いろんな方法を考えてお茶のもとではありますが、あの茶の木を持って描いたんですよ。まあ、中国から、 お茶の木ですね、盗みましたと言われていますが、でもそれが今の時代だと言えるんですが、これはですね、一つの冗談です。中国は茶の木に対して知的所有権は、などは全く持っていませんので、これは一つの冗談です。こちらはですね、ロバート・フォーチェンという方ですが、スコットランドの出身であって、植物学者、プラントハンターであり、商売人でもありますが、中国から インドで茶の木を持ち出したことで有名となったんですよ。イギリスは17世紀からお茶っていうものを知ることができたと言われていますが、最初は貴族専用のものでしたが、普通の市民は誰でも飲めるものではありませんでしたが、でも少しずつ誰でも飲めるようになってきました。どんどん生活には欠かせないものとなってきました。19世紀となってくると、 お茶というのは大事な商売となってお茶を売買すると儲かりますとなってきました。当時イギリスの政府ですが10ポンドの税収のうち1ポンドがお茶の輸入税と国内での販売つまり消費税からだと言われていますがイギリス人はお茶が大好きででも中国に牽制されていました。なぜならお茶は中国製なんですよ。 ニリスは当時お茶を飲むことが好きですが、でもどんなお茶を飲むのか、値段もそうですが、全部中国が決めていたんですよ。中国政府は都合のいいように調整をしていたんです。また、中国のお茶を製造する商売人たちは、やはり心が黒いですね。汚いんですよ。お茶は売りますと。でもお茶の中には変なものを入れていたんですよ。良心のある商売人は、 薪とか木のくずを入れてて販売していたんです。やはり重さですね。そしてひどい商売人はですね、お茶の中に砂を入れるんですよ。本当にひどいですね。イギリス人は仕方ありませんので、お茶を飲む前に、このような器具ですね、ふるいでろ過します。これでまあ砂とかくずが出てきますので。 まだ質が悪いお茶でしたら美味しくないんです。変な匂いもしますし、味がやはり変です。でも、イース人は我慢するしかありませんので、変な匂いと味を隠すために、ミルクと砂糖を入れて飲んでいました。今でもこの習慣は続いていますが、中国のお茶の品質が悪くて高いし、牽制されてしまいますし、最後、政治的な事件となってしまいました。 1770年代、北アメリカ向けのお茶は全部イギリス東インド会社を経由しないといけませんでした。イギリス東インド会社は中国からお茶を買っていました。まずですね、中国のお茶っ葉を、まあ、やっていく農民ですね、本当に貧乏なんですよ。当時は商売は禁止でしたし、お茶というのは 中国の真の政府が管理していたんですね。これは政府が商売していたんですよ。官僚たちは腐っていましたし、農民から買い取って、官僚たちは変なものを入れますし、最後、イギリスのインド、東インド会社に、その船に積むとかなり高くなってしまいました。でも、イギリス、東インド会社も儲かるために高くしました。税金も入れて、 北アメリカについてかなり値段は高くて普通の市民は飲める値段ではなかったんです。これで民間人が不満となってポストン茶会事件が起きていました。1773年12月16日、マサチューセッツ植民地のポストンで事件が起きていました。船にある大量のお茶を海に捨てられていました。 これはアメリカの独立戦争につながったと言われていますが、まあ、これでイギリスは気づいて中国からのお茶は高いですし、品質も悪いですし、安定するルートがないですし、調達はやはり難しくて心配です。当時植民地がいっぱいありますので、みんな北アメリカのように独立されたらイギリスは大変ですと。これでイギリスは自分で茶の木を 育てていこうと。お茶は自分で作りましょうと決めたんですよ。1820年となってくると、イギリスはインドのアッサムで茶の木を栽培しました。でもミャンマー側が嫌ですので、これが第一、イギリスとミャンマーの戦争となったんです。まあ現地での茶の木を栽培しましたし、でも品質はあんまり良くなかったんですね。できれば中国風の茶の木がいいですと。 中国茶はもし栽培できるといいよねというふうに思っていたんです。でも当時中国のお茶は農民たちが栽培して生産はします。山の奥に山の上にありますので、まともなルートが、まあ、道路がなかったんですよ。まだお茶の製造はみんなバラバラですので、農家によってやり方は違いますので、どういうふうに生産したかは全くわかりません。 イギリスはその技術を知りたいんですが、でも簡単ではなかったんです。中国政府は当時、アフェン戦争は負けました。で負けました。ただし、真の政府はある場所を地域を決めて、この地域で白人は商売していいですよと。でも、この地域から出ると、帰るなら帰国するならいいんですよと。中国の内陸への移動は基本は禁止でした。そうすると、イギリス東インド会社は、 ロパートフォーチンさんを選びました。フォーチンさんは植物学者ではありますがでも当時、まあ、イギリスの皇室の庭とか森の緑の担当として、まあ、中国に来ました中国で珍しい植物を探して持って帰るという計画はあったんです中国の、まあ、北京にある資金所の中には桃の木も、桃ですね非常に美味しいんですが桃の木も対象となっていたんですよ フォーチンさんはお化粧して、できいうだけ静かにして、約2年間、中国のいろんな地域に行きました。でも、ピキ京の宮殿にあるモノキに接近することはできませんでした。ただし、オーバイとか、オーバイは黄色い梅ですね。という文字書かれてありますが、そして、ケマンソそういった種ですね。標本を手に入れて、イギリスに持って帰りました。 しかし、中国から帰る途中に、福建省の中国の海賊に会ってしまって、戦ったんですよ。命をかけて帰りました。彼は、イギリスに帰って、種と標本を皇室には森研究協会に渡しました。そして、自分は3年間、中国で、その、経験ですね。中国の東北地域で歩いて、そういう記録を、まあ、本を出して、あの、公開しました。 まあ当時ですね、中国はとても閉鎖的でしたので、未知の世界だと思われていたんですね。この本が出版されて、フォーチンさんは探検家でもあるよねと評価されて、そして最も中国のことを知っているイギリス人だと評価されていました。彼は今までの経歴があって、中国のことをもよく知っていますし、植物の専門家でもありますし、 茶の木を研究、そして持ち出してもらおうっていう任務について、フォーチンさんはやはり適切ですよねと言われていました。1849年、フォーチンさんはイギリス東インドの従業員として中国にまだ来ました。ただし、今回の方向は南側ですね、西側でもありますが、東北地域ではありません。イくルートが危険ですし、監視が厳しいですし、 山を越えないといけませんし、野獣に出会うかもしれませんし、これはいろんな準備はしました。上海でまあ化粧もしたり準備しました。すべての髪をですね、切りました。カツラも作りました。まあ、当時ですね、中国人の髪の毛は頭の前にですね、ああ、ないんですよ。そして後ろには髪は長くて編んでいきます。一本となっていきますので、まあ、これは当時の 中国の風習ではありますが、そういうファッションですね。普通のみんな。そういう形ですが。フォーチンさんは中国語はできるんですよ。ただし話をするとやはりバレてしまうので大変です。これで上海で通訳さん、王さんですね。言いました。王さんは上海の銀行で勤めていたので英語はできます。2人で行動して、王さんは中国人ですので便利ですね。 フォーシンさんのことは外国の官僚にしました。それで二人は行動しました。二人は超この港で船に乗って登っていくんですよ。目的は当然ですがありません。美味しそうなお茶屋さんを探していたんです。お茶屋さんのお茶は美味しいですと外国の官僚が 訪問に来られたと説明して、その販売にですね、説明して、商売人はやはり嬉しいですので、自分がどういうふうに製造したかを説明していくと、そして裏にある小さい工場も見せたりします。これここでお茶っ葉の乾燥とか炒めるとか香辛料を入れて、そういう技術を手に入れていました。中国ではですね、本当にお茶を製造する既読はなかったんですよ。なぜなら、 農民たちは昔からやっていますので、同じ方法でやっていくんですよ。そういう記録とか文字は一切残っていません。農民たちはお金がないんですよ。そして学習もできませんので、文字も書けないんですよ。なので、文字というものは一切残っていません。フォーチンさんは話はしませんので、通訳の王さんは話をしますし、問題をします。 二人はこういうふうになってですね、あの、そういうふうに調査をしていました。二人だけとなって、フォーチンさんに英語で説明をしていたんですよ。まあ、フォーチンさんはここで気づいて、お茶をですね、粉末にしたときに、横にあるのは青色の粉末があります。それは何ですかと聞くと、あれはですね、線料ですよ、と。今ですと、 あれはですね、碧酸、あの、鉄酸、カリウムっていうものですね、らしいんですよ。そしてよく調べると、このお茶というのは作って、イギリスへ輸出用なんですよ。まあ、イギリス人は緑茶が好きで、色が綺麗方がいいですよね、と。あの、青色のものをですね、お茶の粉末に入れると、とても綺麗な緑の色になりますので、それで買ってくれますと。 フォーチンさんはすべてのことを記録してサンプルも持って帰りました。これでイギリスで話題となって本当に大変でした。イギリス人からにすればやはり騙されたっていうふうに思われていました。まあ、これでイギリスは緑茶をやめようとなって紅茶にしました。フォーチンさんは超この周辺で活動していろんなお茶の作り方を知りました。 そして、緑茶とか紅茶、実はですね、植物としては同じなんですよ。それで分かりました。つまり、原材料は同じなんです。製造する工程が違います。これはですね、発酵するかしないかの話なんですよ。そして、その地域によって、昔からですので、そういう取り方も違ってきます。通訳の王さんは、暗記者の鉱山にありますので、この地域も緑茶として、 お茶の名産地ですね。王さんは現地の官僚を買収にしてフォーチンさんに茶の木を売りました茶の木の種もあったり芽もありますので数千単位ですそして他の地域にも行って約1万株の芽と、まあ、種ですね飼っていましたそれで貨物船に入れて長江から上海に移動しました上海に着いて急いで小分けしてイギリスの貨物船に入れて 香港を経由ししてインドに着きました。当時コルカタはイギリス東インド会社の基地となっていますのでコルカタについてからアッサムに搬送されていきますただし非常に残念だったのはコルカタについて目が腐っていました80株しか使いません1万株くらいあったんですがほぼ全部もうないんですね種もカビが入っていましたし全く使いませんと 当時ですね、フォーチンさんは上海からまた中国の内陸部に行きました。まあ彼は当時ですね、やはり緑茶を断念しました。緑茶を諦めて紅茶にしようと決めていたんですよ。彼は福建省にいたんですよ。この地域は紅茶の名産地なんですね。福建省はもともと港の地域となって、貿易は当時ですが禁止されていましたが、でも その港の漁民たちは内緒で外国人と貿易をしていました。まあそこの地域ですね、密入国、密出国の地域でもありますので、つまり現地の方はみんな慣れていますので、フォーチンさんに対して茶の木を売りました。とても商売が順調です。まあ、茶の木もそうですが、芽もそうですが、種もインドに送りました。それからアッサムで栽培して成功しました。 まだ福建省から8人のお茶を製造する人を雇ってインドに行ってもらって教えてもらっていました。ここからイギリスは紅茶を栽培するから販売するまで全部自給自足はできました。市の政府はイギリスを建設することができなくなりました。ただし茶の木はイギリスに盗まれたというのはもう一回言いますが冗談ですよ。 市の政府はこれでいいと思っていますので、フォーチンさんの本ですね、逆に東方植物研究家だと呼ばれていますし、フォーチンさんの本も非常に高く評価されていますし、また中国でもフォーチンさんの本を見て昔の歴史を知ることができました。なぜなら昔の歴史は中国で全部書かれていましたので、1880年代となってくると、 イギリスは植民地を持つ大国となったんですね。お茶の需要が非常に多くて、世界でお茶の栽培をしましょうかとなったんです。例えば、スリランカもそうですが、タンザニアもそうですが、お茶の栽培で一つの産業となっています。フォー・ウチンさんのことですが、今は非常に高く評価されていますが、まあ、これでわかるのはですね、一つの国の文化というのは本当に大事なんですよ。 知的所有権もなくて、文字の記録もなくて、栽培にしても、生産の工程は全部無茶苦茶ですね。やはり統一性がなかったんですよ。そうすると、一つの産業にはなりませんでした。まあ、ここではですね、産業と普通の、まあ、企業ですね、やってしまうと、個人やってしまうとですね、やはり技術の革新は違ってきます。 産業でしたら大規模な生産はできますので、ここで技術の研究、革新はできるんですよ。なので、コストもあの下がることはできますので、しかし、みんな個人個人でやってしまうと、どうしても統一性がないんですね。そして、フォー・チンさんは、まあ、中国の文化を買う世界に広がったというふうに言われていますが、それで非常にいいと思います。 そして中国というのは、まあ共産党だけではなくて、昔からですね、歴史を大事にしないんですよね。なので文化もそうですが、つまり今の角もそうですけれども、まあ街の風景もそうですが、日本の方がずっとですね、中国より上ですので、 例えば、昔の中国をですね、知りたいのであれば、日本に行けば体験することはできるという話はありますので、まあ、これに関して中国人はみんな知っているんですよ。やはり今の中国というのは、もう昔の歴史は一切ないんですよね、というのが今みんなわかっているというのが今の現状ではありますけれども。 まこれがですね、まだあのお茶について歴史は本当に深くて、まだ機会がありましたら話をしたいと思います。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。